こんにちは。今回は登録者が10万人になって、まあ、10万人ありがとうございますっていう動画です。まあ、これはね、そのちなみに腹巻き帽子を編み始めていて、またかって感じですけどまあいつもこの時期にね、編み始めようって言っててるような気がしますね。去年も言ってて、編み上がったとこは誰も見たことないと思うんですけど、だから今回もね、編み上がるかどうかわからないんですけど、まあ、ちなみにね、オパールケイトのフンデルトバッサーっていうウール 75%、ナイロ 25%、ボーバリ1号、かぎ針3号、4号で 100g、425m で、こういうので、3202この可愛いのを使って編み始めますああ、できるかなっていう感じなんですけどね。もう果てしないですもんね、この細いから。でもなんか、お好きな方はこの細いこういう編み目でクチクチク編むのがもうたまらないんですよね、きっと。まあ、結構ね、私のその動画のスタイルっていうか、そういうのも、なんていうかな、もう伝わってると思うんですけど、簡単に早くっていうのが、まあ、私の動画のスタイルなんで、まあ、それからするとね、だいぶこうやって一つの作品にめちゃくちゃ時間かかってっていう感じなので、まあ、なかなか今までも、まあ、ちょっとやり始めますみたいなことを言っても、やっぱり続かないんですよね。こうね、今年こそ続け、今年でもう終わりなんですけど続けたいなと思って、ちょっとやっていこうかなと思ってですね。まあ、難しいですよね、この棒針っていうの。だからね、本当にね、まあ、今回の動画も、まあ、ぎこちないところをずっとお見せしながらお話って感じなんで、申し訳ないですけどまあ慣れてないので、ちょっとお見苦しいところをたくさんお見せすると思うんですけど、まあ、棒針でできる方すごいですよね、本当。もう、まあ、私はね、やっぱりこう続かないっていうのは、やっぱりこう向いてないかなっていうことが結構こうやってやってても、両手をこう、やっぱ変なところに力が入ってると思うんですよ。だからね、その、どっとこう、両手がこう筋肉痛っていうか、しんどくなって、だから次やろうっていう感じにはならないと思ってるんですよね、自分の中で。まあ、それもね、やり続けると慣れなんだと思うんですけど、まあ、かぎ針の時もね、そうだったと思うんですよね。まあ、最初はすっごいグッて持ってて、めちゃくちゃもう手に、力が入ってたから、もう手がすごい痛くなってっていうのはもうあって、そこからちょっとずつ、まあ、慣れていったんだと思うんですけどね。まあ、今はもう全然痛くなくなって、もう毎日気持ち悪いぐらい編んでるんですけど、まあでもそういう、まあ、私がもうめちゃくちゃ大好きっていうのが伝わって、まあ、登録もしてくださってるのかなって私は思っていますなんか、やっぱりね、コメントとかでもね、たくさん書いてくださるんですよ。まあ、まこたろさんって本当に編み物好きなんですねとか、そういうワクワクしてる姿を見ててこっちも楽しいですとかいうのとか、本当にね、私はラッキーなことに、まあ、その動画をやり始めたのも2018年の、まあ、6月7月ぐらいかな、7月ぐらいで、まあ、それもね、編み物で始めてないんですよね、私。モノトーンが好きで、なんかその時、その家が結構ぐしゃぐしゃやって、整理したいなと思って、ね、100均とかで可愛い収納ケースとか売ってたから、その、モノトーンでその収納するみたいなことにすごいハマってて、それでやってたんですよね。で、やっぱりコメントで、まあ、私はちょろっと編み物のことを言ったら、その編み物やってくださいっていう感じで来たから、そこから編み物が始まって、2018年の9月ぐらいだから、まあ、本当今で2年経ったぐらいなんですよね、編み物動画。だからね、まあ、全てもね、そのコメントしてくださってる方で私の動画は成り立ってるっていう感じなんですよ。まあ、今もこうやって毎日のように動画を上げさせていただいているのも、やっぱりその反応があるからですよね。そのやっぱりね、そのコメントがもう全くないとかっていうのだったら、もう私はもうとっくにやめてたと思うんですよ。
何て言うかな、やっぱり求められてないんだなって思うから、まあ違うことをやってると思うんですよね。編み物じゃない。まあでもね、私の場合はもうめちゃくちゃ編み物が好きだから、違うことを動画で上げたとしても裏で編み物は毎日やってるんですけどなんかその毎日やってることをただこう動画に上げさせてもらってるっていう感じですね。なんか雰囲気的には、イメージ的には。だからね、まあなんだろう、今でこそね、そのコメントで心配されるようなコメントはないんですけど、やっぱりなんかその昔から私のことを知ってくださっている方も結構増えてきてっていうかだと思うんで、なんかね、最初はすごい心配されてたんですよね。まあ、私がその編み物動画を始めた2年前の今頃ですよね。2年前のその年末あたりの時はもう結構ね心配されてたんですよ。毎日、まあ、その頃からね毎日あげてたんですよ、ほぼほぼ。まあ体調が崩れない限りやってて、なんか頑張りすぎてるって思われてたみたいで、楽しみ、動画は楽しみなんですけど、体調崩されて動画が終わらなくなるのが寂しいから無理をされないでくださいみたいな感じのコメントがめちゃくちゃあったんですよねいやでも私はなんかもう好きすぎて、なんか理解してもらえるかわからないですけど、無意識状態で編んでる編んでるっていうのが近いかな。だからこう、なんていうかね、動画に上げなきゃみたいな感じで今も動画を上げてるわけではなくて、楽しくワクワクやってたらもう出来上がってるみたいな。でやっぱりそういうなんかコメントをくださる方も、見てくださる方もたくさんいられるから、やっぱ共有したいなっていう気持ちで今は動画を投稿させてもらってたりするんですね。やっぱりね、まあ毎日ねいろいろあると思うんですけど、まあ本当にね、なんか嫌なこととかも私はこう編み物で結構救われたなっていうのがあったんで、だからね本当に編み物されてない方とかも本当に始めてほしいなっていうのはあるんですね。うん、もう今とかはもう本当にね、その100均で全部揃っちゃうし、まあそれもねありがたいですよね。まあ100円ショップでね、いろんな可愛いものをね試せるっていうのもね、もう組み合わせとかですよね、私の場合は。それでもういろんな組み合わせが楽しめて、で私はその糸を生み出すことはできないから、だから本当にね、そういう低価格でいろんな糸を提供してくださってるその100円ショップありがたすぎるなと思って、だからね私は本当についてると思うんですよね。それこそそのコメント書いてくださる方も、私は最初の頃から結構たくさん書いてくださって、そういうところでもそのやる気になってるっていうかね私は動画上げていいんだって思わせてもらってるし、私は動画投稿し始めて、まあ、その時はあんまりそんなに100均の糸もこういう種類はたくさんなかったんだと思うんですけど、だんだんそこから増えてきて、だからね本当にそのタイミング的にも、私的にめちゃくちゃ良かったのかなっていうところはありますね。なんだろう、本当にね私今コメントをね返させてもらってないんですよね。チャンネルを始めてから半年の節目で何かを始めて、でまたその半年だから全部で1年経った時に何かを始めていって、インスタグラム始めて、でサブチャンネル始めてみたいな感じでいろいろやってるから、コメントとかもね、でもそのハートとかで申し訳ないですけど、なんかさせていただいてるのにコメントってなんかすごい、もうありがとうございますとかめちゃくちゃ書いてくださって、だからね、なんていうかな、申し訳ないっていうか、そういう感謝の気持ちとかめちゃくちゃ伝えてくださって、でも私が返せることって、まあ、こういう動画でこういう風にしたら楽しいよみたいなことで返すしかないのかなと思って、その恩返しっていうかね、そういう
ので返せてたらいいなっていう意味でも毎日動画を上げさせてもらってたりとかします。まとまってるかなこれは。ちょっとねいつも台本ないからちょっとまとまってなかったら申し訳ないです。なんかなんとなく伝わったらいいなっていう感じでいつも動画を撮ってるんですけどね。まあ本当にね感謝しかないです皆様には。やっぱりね見てくださらないコメントもないってなったら本当にどこに誰に向かって話してるのかみたいなになると思うし、だからね、まあ、私はもう潔くその、まあ、見物はまあないんだなっていうのでまあ引くと思うんですよね。だからねその、まあ、本当にね私はこうまあ棒針をずっとやったらどうなのかもわからないんですけど、かぎ針なんですよね基本的に私の動画って。まあなんだろう、まあ、よくね腕痛めないんですかとかあるんですけど、本当に腕が痛くなる気配が全くなくて、まあ、肩こりとかそういうのは出てくるんですけど、なんかねこう両方でこうやってやってるからか、なんかナイフ持ちってあんまり腕が痛みにくいとかそういうのもなんかコメントで書かれてたから、そういうのもちょっとあるのかもしれないんですけど、まあ、本当にねめちゃくちゃコメントにも書かれてるんですけど、バック編みバック編みってめっちゃ面白いですね。コメントでバック編みとか書かれてるしてるんですけど痛くならないんですよね。だから痛くなったりとかしたらもしかしたら動画とかお休みするのかもしれないですけど、まあそれまあそうならない限りはもうずっと上げ続けるのかなって思いますね。あと求められてる段階では上げ続けるのかなっていうのは思います。やっぱりね求められてないのに上げててもっていうのも私も思うからですね。編み物ってね私なんていうのかな、最初やっぱり何かを始めるってなったら基本的な何かを覚えたいと思って、私は皆さんもご存知ハピママさんとミータングさんとニコアミさんを見させてもらってたんですね。もうめちゃくちゃ見てて、で YouTube 始める前とかもめちゃくちゃ見てたんですよ。もうなんか一つの動画を 何十周ぐらい見てて、だからもうほぼほぼ全部コンプリートっていうか全部見たんじゃないかっていうぐらい見てて、まあこれもねこれはなんか久しぶりに会ったから編み目のすくい方どうやっけと思って、これはちなみにニコ編みさんの腹巻き帽子の作り方、編み目とか編み目の数とかいうのも全部そのまんまやらせてもらいました。まあそうやってね何回を始める時って、まあ、そうやって私もね人の動画を見させてもらったりとかするんですよ。でやっぱりねそのあでも私はねそうやって最初の動画何この YouTube 始めたばっかりの時ってなんかそういうことを言ってたんですよ。この3人の方をめちゃくちゃ見てましたみたいな言ってたんですけど、なんかある時ね言わなくなったっていうのはやっぱりねそこからめちゃくちゃ変えていったりとかしてたんですよね。例えば松編みとかにしても基本のことを知っとかないと変えることはできないんですけど、まあ、基本のことにこう、まあ、私結構飽きてくるっていうのもそうなんですけど、飽きてきてなんかなんていうのかな、ここはちょっと穴が開くから違うとこに入れるとかそういうので変えていったりとかしちゃうんですね癖で。でなんかそういうのってねその今始まったことじゃなかったみたいで、なんか最近私のちっちゃい頃の話をなんか母親と姉に聞くことがあって、聞いた時に、まあ、そもそもねそのかぎ針をどこから始めたかっていう話を聞いた時に、まあちっちゃい頃に母親がなんか本を買って女の子だからっていうので教えようと思って教えたらしいんですよ。なんかその本通りっていうか教えられた通りに私はしなかったらしいんですよね。ちょっと変えたくなるのはそのちっちゃい頃からそうだったんだと思って、なんかめっちゃ面白いですよね。
今始まったことじゃない、そのちょっとひねくれてるっていうか。だからね、その3人の方を見せていただいた時も、その通りにできてないのにその人を見てるっていうのが、見てたっていうのがその失礼なんじゃないかなと思って言わなかったですよ。でもやっぱりね、基本が分かっとかないと、まあ、変えるも変えないもできないから、やっぱり最初はね、どなたかのものを絶対見るわけですよね。だってこういう編み方も生まれつき知ってることって絶対ないじゃないですか編み方をその開発したわけ、できるわけでもないし、だから絶対何かを見てるんですけど、何かを見るんですけど、そこから何かを変えちゃう癖があるみたいで、私は。だからね、そうやって変えていったからちょっとね、失礼かなと思って言わなかったんですよねでもめちゃくちゃ見てました。いや本当にね、分かりやすく、なんか丁寧に、なんか今回もね、私ちょっと理解力はないんですけど、猫編みさんも見てすごい分かりやすいなと思って、まあ私もできたんで、これもできると思います。作り目、まあ、作り目の作り方もいろんな編み方があるらしいんですけど、まあ、分かりやすいなと思ってちょっと見せていただきました。でね、その3人の方もそうなんですけど、で最近ね、その見せていただいたのが、まあ、ちょっと前から知ってたんですけど、チャンエヌさんっていう方、まあ、知ってられる方もいられると思うんですけど、めっちゃ面白いなと思ってなんか面白い方やなと思って、まあ、作品はもちろんね、まあ、めちゃくちゃ可愛いんですよ。作品の色合わせとか、まあ、私絶対そういう色合わせ思いつかないなっていう、まあ、なんかすごい勉強になります、その色合わせ。ちょっとね、そのなんだろう、レトロな感じの色合わせなのかな。でもすごい、そういうなんか同じ100均の糸を使っても人と違うようなその色の組み合わせができるんだと思って、いやまあ私はもう新鮮でならない、なんかそういう方を見たら本当になんかうわーって思いますよねだからね、そのやっぱりそういう新たな発見っていうか、あこういう方もいられるんだと思ったらなんかめちゃくちゃ楽しくて、でなんかそのメインチャンネルでそういう風にいろいろ作り方みたいなのされてるんで、その方がサブチャンネルもされてる、概要欄も見せていただいたら、サブチャンネルもされてると思って、私もサブチャンネルめっちゃ見てるんですよ。もう全部見たんですけど、見せていただいたんですけど、めっちゃ面白くて、私はね、その基本的にはなんていうのかな関係ないんですけど、なんかそのあっちこちゃんの動画でね言ってたんですけど、考え方とかすごい勉強になるなと思って、基本的にはどこかの社長さんのYouTube とか見てたりとかするんですけど、面白いんですよね、やっぱり考え方が。ミニマリストの方とか基本的には見てるんですけど、チャンエヌさんめっちゃ面白いなと思って、なんかチャンエヌさんのね、サブチャンネルもお話しされてたりとかするんですけど、めっちゃ面白いので。でも最近始められたみたいな感じで、でももうすでにめちゃくちゃ登録されてる方もいられて、皆さんもなんか早いなと思って。結構ね、私が知ったのは1ヶ月2ヶ月前ぐらいかな。こういう方がやれるんだと思って、めっちゃ可愛いと思って、でなんかその喋り方とかもめちゃくちゃ私好みなんですよね。私ね、なかなかそのなんだろう、これを言っていいのかどうかわからないですけど、なんかこの人と友達になりたいとか思うことってまあほとんどないんですけど、なんかチャンネルさんはね、ちょっとお友達になりたいなと思って思うぐらい、なんかそのなんか私がお友達になりたいっていう感覚はなんかこの方作ってないなっていう、なんかそのなんていうかいい意味で自然体な方、なんていうのかな、チャンネルさんを知られてる方はご存知だと思うんですけど、すごいなんかね、裏表がないんだろうなっていう感じですよね。その
なんだろうかな、まあ私も結構ねコメントで自然体な感じが好きですとかって言われるんですけど、なんかそういう意味ではなんか似てるのかなと思って勝手に思ってるんですけど、うん、いやめっちゃ面白いんですよ。なんかその一人で笑ってたりとかします、私。でインスタグラムもねめっちゃファンやんかって感じ、見させてもらってるんですけど、なんかすごい可愛い人っぽい感じですよね。なんかねあれなんですよね、やっぱりねその、まあ、私がよくねその、まあ、私はその和裁とネイルをしてたんですけど過去に、まあ、ネイルと和裁も資格取ってみたいなところまでしたんですけど、まあ、それでねなんか和裁の先生が言ってたのかな、どっちが言ってたのか忘れたんですけど、なんかこういう風に作ったりとかするのってやっぱり綺麗に作りたいとか思うじゃないですか、可愛く作りたいとか。だからね、そうなった時に可愛い基本と綺麗な基本を知っとかないとそこに思考が寄らないから、普段から可愛いものとか綺麗なものを見るようにしなさいみたいなことを言われ続けてたんですね。多分和裁やったと思うんですけど、ね、でなんかその、まあ、本当にねその和裁してる時もなんかその美術館行ったりとかなんかそういうことをしてたぐらい、そういうなんかその最近はねなんかコロナで行けなかったりするんですけど、また行こうかなと思って思ってたりするんですね。美術館とかやっぱりねそういうところでなんか色とか色の組み合わせとかなんか自然に入るっていうのが近いんかな、なんかこの色とこの色がどうとかいうのはって、私は記憶力が悪いから、まあ、その場では覚えれないけど、いっぱい見ることでなんか感覚的に鍛えられるっていうか、そういうことだと思うんですよね、その先生が伝えたかったっていうのも。だからねその私はチャンエンヌさんを見てなんか同じことを思った、同じことっていうかめちゃくちゃその色の組み合わせとかそういうことをめちゃくちゃ見られたんやろなって動画を見せていただいて思いました。なんかねその何かを真似してできるものじゃないんですよね、その色の組み合わせとかってって私は思うんですよ。たくさんこう組み合わせを見てきてなんか適当っていうかね、そのこれとこれが合うとかいう感覚みたいなので、まあチャンエンさんも作られてるような感じなんで、だからそういう感じで見るとまた楽しいですよね。でなんかねそのまあでもめちゃくちゃ難しそうだから、そのされてることが、だからね私も何個かねそのやろうと思ったんですけど、今ちょっと勉強中っていう感じで、まあ、めちゃくちゃ見させてもらってます、まあ、これからも見させてもらいます。いやなんかねなんか聞きやすいし、あれですねすごい勉強になります。だからいろんな、そうですね、だからそのなんていうのかな、チャンエンヌさん の、 その色合わせとかそういうのもそのいろいろ勉強になるので、まあこう糸玉を見てあの色と合うとかそういう感覚も見つけやすくなるかなと思ってご紹介させてもらってますね。いやでもなんか私には真似できない感じの組み合わせとか柄とかなんで、もうめちゃくちゃ私は新鮮でした。いやもう毛糸でこういうことができるんだっていう感覚ですよね。なんかいろいろ面白いですね。なんかねそれ以外に YouTube で見てるのは、私その物をねなくしたいからミニマリストのたけるさん見てるんですよね。
なんかそれもね、編み物に関係ないとか思われるかもしれないですけど、まあ全てに多分関係あるかなって思うんですけどね、物をなくすことで好きなことに集中できる時間が増えるんですよね。まあ、私も本当にね、それってどうなんて最初は思ってたんですけど、今回ね、ちょっと引っ越す私事なんですけど、引っ越すんですけど、引っ越すのもね、前からね、私の動画を見てくださってる方は知ってくださってるのかもしれないですけど、まあ、あっちこっちで言ってたりしたんで、物をめちゃくちゃなくして、一部屋分物がなくなったから、一部屋分ちっちゃい部屋をね、やっと見つけて、で引っ越すことになったんですよねだから本当にね、そうすることで探し物も本当に減ったし、だからその探し物をしている時間って本当に無駄らしくてね、それがちもりやって積もり積もったらすっごい時間になるじゃないですか。その時間好きなことに回そうよっていう話ですね。まあ詳しくは見ていただくとあれなんだからね、その武井さんが自宅訪問みたいな感じで、なんか家に片付けに来てくれるっていうか、タケルさんは手伝ったりとかしないですけど、アドバイスみたいな感じにしてくれるんですよね。なんかああいうのしてもらいたいなと思ってちょっとね、応募しようかっていうところも今思ってたりとかもするんですけど、それぐらい一部屋分なくしたんですけど、それでももうちょっと一部屋分なくした部屋にはぎゅうぎゅうかなっていうものがまだあるので、まあちょっとまだなくしたいなっていう意味でタケルさん来てもらいたいなとか思ってたりとかします。いや面白いですね、ずっと聞いてることで、なんか耳で聞いてっていう感じなので、編み物しながら聞いとけるんで、ずっと聞いてるんですけど、ずっと聞いてるってね、なんか物を持つことが悪ではないですけど、なんだろう、いかに物があることで自由を奪われてるかみたいな感覚になってくるんですよね。なんだろう、でも本当に劇的にね、私は編み物をする時間が増えました。だからね、たまにコメントでね、24時間以上も小太郎さんはあるんじゃないかとか書かれるぐらい、多分編み物こんだけやってるからだと思うんですけど本当にね、家事もやりながら本当にやってるんで、どこに時間があるんだっていう感じで思われると思うんですけど、本当にね、物を少なくすることでこういう生活ができるようになったので、まあ半信半疑っていうか、なんか私も最初はそういう感じだったんですけど、実際物をなくしたら本当にそうなるんで、ちょっとやってみてくださいっていうのも言いたいですよねだからミニマリストさんの YouTube もちょっとおすすめかなと思いましたおすすめ紹介動画になってるんですけど、いやでもね、やっぱりこうやって見てくださるっていう、編み物でワクワクしてる方ばかりだと思うんでだからもっとワクワクしていただきたいなと思って、ちょっと私がワクワクできる動画のご紹介っていうか、もっとできるんじゃないかなっていうご提案っていうか、ご紹介をしてみましたまああれですよね、まあ本当に感謝しかないですよね。まあそうやっていろいろ見せていただいて、やっぱりその方今までミニマリストの方にしても、チャンエンヌさんにしても、いろいろ勉強されてきたことを見せてもらってるっていうのはありがたい時代ですよね。まあね、糸とかも
私は糸を生み出すことができないから、こういう可愛い糸とかもね作ってる方がいられると思ったら、あのこの値段で買わせてもらって、こうやってワクワクさせてもらってっていうことですね。この棒針も作ってる方がいられるんやなと思ったら、もう全てにもう感謝できるようになりましたね私は。何の話になっていて本当に腕が痛くなったりとか、そういう、まあね、私はその腕を痛めるっていうより、この座ってるお尻が先にどうなるんかっていうお尻がもうめちゃくちゃ痛くて、最近はねあのスタンディングアミアミしてます。なんかもう座ってるのが痛すぎて、お尻あのやっぱ編んでる時間が長いから、座ってる時間も必然と長いってことですよね。もうお尻が痛くて痛くて、だから腕よりお尻なんですよね私。まあそれはねもうどうにもならないんで、もう立つしかないなと思って、もう立ってまでやってますね私。でもなんか立ってやるのっていいって言われますもんね。その何だっけ、なんか仕事とかでも立ってやると生産性が上がるとか、なんかそういう、だからなんか編み物もなんかそれぐらい立って、なんか自然な高さでこう編めるようなところに台を置いて、あのやってたりとかしますなんかでもそういう姿を見られたらまたあの気持ち悪いと思われるかもしれないですけどそこまでしてするみたいな感じですよね。いやもう面白すぎてやめれないですよね。なんか編み物ってあれですもんね、なんかなんとか編み物セラピーっていう言葉もあるみたいなんで、本当にいろんなそのいい効果もあるらしいんですよね。なんかすぐパッと出てこないんですけど、なんか調べていただくとなんかいろいろ出てきます。なんかそういう効果もあるんだなって思うと、またねさらにやめれない。でもこういうなんていうんかな、そのまあランニングされてる方の気持ちはちょっとわからないんですけど、ランニングやろうと思っても続かないんで、あの何だっけ、ランニングハイでしたっけ、なんかそういうのと同じ感じだと思うんですね。編み物をすハイみたいな、そういう感じが起こってるんだと思うんですもうやり始めたら止まらないみたいな。なんかでもね、こうやってあのお話し動画やってほしいっていう声もね、なんか多くはないんですけどあったりするんで、いや本当にね、なんかなんていうんかな、あの好きですとか言われたらね、もう嬉しいですね私も。あの同性の人に好きですとかってあの言われるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。最初はね、なんか私は分からなかったですよね。その癒されるとかってめちゃくちゃ書かれるんですけど、声とか、私はその同性の人にあの 癒されるって思ったことがなかったんで、癒されるっていう感覚はどういう感覚なのか、まあ今もちょっとわからないんですけど、でもなんか褒め言葉なんだなと思って、まあ、私は今はそういう風に受け止めてるんですけど、なんかいろいろ書いてくださるんですよね本当。書いてくださる方のね、そのなんだろうな、本当にね、なんかその顔が見えないからその好き放題いろいろ言われる方もいられるんですけど、あの見えないからね、何でも書けるっていう感覚で、でもねそういうところにそのそうやって褒めてくださるっていうのはね、どんないい人なんだと思って、多分ね周りの方にも優しくされてるんだろうなと思って、だから周りの方も幸せなんだろうなと思って私は見てます、あの読ませていただいてます。でも本当にね、私のコメント欄はね、本当に心が
ポカポカなるような場にしてもらって本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。なかなかだからね、そのコメントを書いてくださる方の中でも、あの琴原さんのコメントの場は本当にあの好きですみたいなことも書いてくださるんですよ。そういうことですよね。で中にはね、その琴原さんのお人柄がそういうコメントを作り出すみたいなことを書いてくださる方もいるんですけど、いやもう私はまあ、そうやって書いてくださってありがたいんですけど、私はもう本当に逆やと思ってるんですよね。皆様がそうやって書いてくださるから私は悪い人になれないっていうね、まあ、去年とかはねすごい言いたい放題言ってたんですよ私は。だってもうなんかその言われないこととかもめっちゃ言われるわけですよ YouTube やってると。でまあ、私はねその YouTube やってない時は、まあ、そういうの気にしなかったらいいやんとかって思ってたんですけど、まあね、実際自分がやるともう本当にねその見えない人に、顔の見えない人に言われる怖さもあるし、まあ、いろいろその自分が当事者になると思うことがあるわけですね。でまあその違うことをそうやみたいな感じであることないことを書かれて反発したくなる気持ちも出てくるし、まあ、それに反発してたんですよいろいろ昔から知ってくださってる方はそうだと思うんですけど、でも今年の初めにもう約束したんですよね私は、まあ、そういう方はもう無視して記憶いきますみたいなそんなん言ってる方もおられないと思うんですけど、でもなんかねそういう風に言ったことでなんかはっきりした性格で好きですとかって言ってくださる、なんかもっと好きになりましたとかいうコメントも実際たくさん書いてくださったんで、だからそういう意味では良かったのかなとは思ってるんですけどね自分の中では。まあやっぱちょっとずつ私も今思うと成長してきたのかなと思います。うん、それもねやっぱりそうやってコメントでなんていうのかな、清らかな気持ちの方向へこう持ってきてくださってるんですよ皆さんが本当にね。だから私は皆様にねその育ててもらったっていう感覚でしかないです。だからここまで本当に2年で10万人って、まあ、私はもうそんな全然想像してなかったから、まあ、数字が全てじゃないからね私は登録者がどうとかいうつもりはもう全くないんですけど、だから今までもほとんどそういうことには触れなかった。でもやっぱり10万人ってちょっと違うのかなって思うので、なので今回そういうふうこういう感じでまあ撮らせていただいたっていう感じですね。まとまってるんかな私の話はな感じで、まあ、だいぶ私の中ではめてきた感じなんですけどね、どうですかね、どうでしょうかねこうやってね、なんかフリルみたいな感じも可愛いですよね。こうやってひらひらって、まあ、こういうところでもね、こうやって思うことはあるわけですね。いろんな色、でもね、私はオパール系統でね、こういろんな色混ぜていいんだっていうのはちょっと思ったかもしれない。だってこう赤と青が一緒に入ってても全然変じゃないですもんね。いろんな色入ってるの。まあ、これもねやり続けたらすごい楽しいんだと思うんですよね。もうやり続けれないっていうのはやっぱりこう持ち方が多分ねまずいと思ってて、力入ってるから痛いんですよね今も。ちょっとあんまり痛いとか言わん方がいいか、そのなんかねその怪我したりとかしてね、もう琴原さんの大事な手がとかって言われる方もいる
めっちゃ面白いですよね。私もコメントでめっちゃ笑ってますもん。なんか本当にね、なんか言葉のチョイスが面白いですよね、皆さん。なんか楽しい方なんだろうなと思って読ませていただいてます。もう本当にね、お返しできないのがもやもやするところではあるんですけど、もう本当にね、申し訳ないですね。でも本当にね、めちゃくちゃ私には伝わっているので、ありがたいです。ありがたいと思って読ませていただいてます。まあ、私はね、その10万人でフィニッシュっていうか、そのなんていうか、終わりとは全然思ってなくて、っていうのもそのやっぱりね、登録者にとらわれてると、やっぱりそこでその自分の中でも達成感がこう一気にドンって出て、もういっかってなっちゃうと思うんですよね。だからそういうのも怖いから、私はその登録者が全てじゃないっていうのは思ってるんですよ。だからなんか YouTube 始める前からその人の動画を見させてもらって、多いとか少ないとかいうのを見て何も思わなかったし、今も本当にそういうフラットな感じなんですよね。だからね、まあ、私は本当にね、今後も何も変わらないと思います。っていうか変わらないんですよね、私。今までの感じで、まあ、動画は何の変、いい意味でね、何の変化もないと思います。やっぱ気分がね、上がり下がりすると、なんかそのメンタル的にもあんまり良くないみたいなことは、そういう、まあ、私はね、そのいろんな社長さんを見てなんかみんな同じことを言われてるんで、まあ何を続けるにもそういうことだと思うんですよね。やっぱり嬉しい時もあったら、その自分の思う通りにいかない、だからその波を救ったらダメっていうのは、いい時はいいんですけど、すっごいやったーみたいな、でやったーって思ったってことは、次逆もあるわけですよ。いい時ばかりじゃないって思うから、次下がった時にどういうメンタルでやるんだっていうところですよね。だからその上がった時にめっちゃやったーって思って、で下がった時にガーンみたいな感じになった時に、人間ってそのバランスが取れなくて、なんだろう、病んだりとかするみたいなことをやれてて、私もなんかその、まあ、誰もね、その好んで病みたいとは思わないじゃないですかだから私もなんかそういう、できるだけそのやったって思っても、フラットな状態で、いいでも悪いでもない、その間のところでずっと保つようにしてます。だから悪い、なんかなんていうかな、自分の中でありますよね、こういう風になったら悪いとかいうの、悪い風になってもここまで持っていくようにして、いいって思ってもここまで持ってくるようにする、この中間の地点をずっといかに保てるかみたいな、こう中間のところでも波はあるんですけど、その波もできるだけそのフラットな状態に持っていけるかみたいなことは言われてて、納得と思って、まあその人その人で言われることも多少というか全く違う方もいられるんですけど、まあそうですね。でね、そのそういう起業家の方もね、なんかみんな 100% 男性の方を見てるんで、なんかね、性別的にもなんか違うのかもしれないですけど、まあそういう考え方を持ってると、まあいろんなことに対応できるなっていうのは思うし、なんかそのこういう、私は YouTube で長く続けるためにはみたいな感じで、そういう考え方を自分の中で取り入れたりとかしてるんですけど、まあ見物以外のことでも言えるんかなって思いますよね。普段の生活の中でもあんまり喜んで沈んでみたいなやったら、自分の気持ちの中でもこう、なんかそのなんだろうな、こぎって言った、なんかもう情緒が不安定になって、もう自分の中で抑えきれないみたいになっても怖いしと思うから、だからね、まあフラットに持っていくっていうのはめちゃくちゃ難しいってその方も言われてたんですけど、
恥ずかしいですけど、やっぱりそういうことを分かってるか分かってないかでだいぶ変わるっていうのもまあ言われてるから、知らなかったらやっぱりねこうなるんですよ。嬉しい、悲しいみたいななるんですよね。それがもう人間の放送的にはもう普通みたいな。でもやっぱりそれじゃあそのメンタルがあれだから、なんかそういう感じで聞いてますね。そのだから自分が取り入れれるなって思うことだけ聞いて、まあほとんどはねそのやっぱり起業されてる方の話だからめちゃくちゃ難しい話だったりするんで、まあ他は流してみたいな、こんな感じで聞いてますね。こんな感じかな。こんな感じで今回はまあこれからも変わらず編み物動画させていただけたらなと思いますっていう動画です。まあ私がね楽しんでさせてもらうことで、まあ楽しさが伝わったらいいなっていう感覚でまあいつも撮らせてもらってるので、そういう感じでこれからもまあ頑張ってっていうか、まあ私はいつもマイペースなんですね。マイペースにさせていただけたらなって思います。こんな感じでまたこれからもよろしくお願いします。最後までこの長い間見てくださった方ありがとうございます。